佐伯木文雄1月13日から1967年6月10日は日本の陸軍軍人。最終階級は陸軍中将。宮城県出身。佐伯木久志明の長男として生まれる。仙台陸軍地方幼年学校、中央幼年学校を経て、1911年5月陸軍士官学校を卒業。同年12月。 不評少尉に任官し不評第32連隊付となる。陸軍不評学校共同代替付などを経て、1921年11月、陸軍大学校を卒業し不評第32連隊中隊長に就任。1922年12月、参謀本部付勤務となり、参謀本部員、陸軍運輸部員を経て、1927年3月、 不評調査に昇進し運輸部大連出張所長に着任。1928年8月、不評第31連隊大隊長に就任し、陸大専攻学生参謀本部付を経て、1931年3月、不評中佐に進級し、関東軍司令部付となる。1933年4月、運輸部員に転じ、台湾軍参謀を経て、 1935年8月、不評大佐に昇進し不評、第29連隊長に就任。1937年9月、北品方面軍司令部付けに移動し、同方面軍特務部第一課長に転じ。1938年7月、陸軍少将に進級。同年11月、不評第104旅団長となり日中戦争に出征。 1940年3月、参謀本部付けに移動し、運輸部付けを経て、船舶輸送指令関係陸軍運輸部長に就任。1941年3月、陸軍中将に進み太平洋戦争を迎えた。1943年4月、第26師団長に親保され、猛虎に赴任。1944年7月、 船舶司令官兼陸軍運輸部長に転任。1945年8月の原爆投下を受け、第二総軍により広島警備担任司令官に任命され、原爆負傷者の救護、救援活動を指揮した。同年12月、予備役編入。1948年7月、南方から捕虜を輸送した、蔡の虐待に関与した容疑で逮捕。 B 級戦判として裁判にかけられた。同年12月に重労働24年の判決を受け服役するが1957年10月仮釈放された。ありがとうございます。